健康フェスティバル2019第37回救急医療を考える集いが9月15日農業やコミュニティ文化センターなどで開かれ、多くの来場者が訪れました。健康フェスティバルは地域の人たちに救急医療や健康づくりの大切さを知ってもらおうと毎年開催されています。会場には体のさまざまな測定や生活習慣改善など健康に関するブースが出展されました。クラギ文化ホールでは歯と口に関する検診や相談、歯磨き指導などのコーナーや、ウコンやシナモンといった健康に良いとされる薬草が入ったポップコーンの試食なども行われました。子ども支援研究センターでは骨密度検査や心電図検査、血管の硬さ測定などの各種検査が受けられるほか、がん細胞を顕微鏡で見るコーナーも設けられました。救急医療のコーナーでは命を救う応急手当と題し、 AED の操作方法を含めた心肺蘇生法の体験学習が行われました。また三重大学医学部附属病院の石倉健さんを講師に招き、ドクターヘリの現状やこれからについて講演会が開かれました。講演ではドクターヘリの出動の流れや迅速に医療を提供するために医師や看護師をいち早く救急現場に送り込むことが重要といった話がされると、来場者は興味深そうに耳を傾けていました。まあ、最近な、やっぱ年取ってきてあちこちが弱ってきてるので、はい、今からちょっとあそこも行ってみようかな、覗いてみようかな。今私健康だと思ってますけど、より一層自分にももっといろんなことをお勉強して、まだまだ元気でおりたいから、ね、ここでエネルギーいただいてます。また会場内では小学生の救急の日のポスターや健康をテーマにした書道作品も展示されるなど、親子連れなども多く来場し、にぎわいを見せていました。